こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は転売アカデミー、アマゾン輸出サポートのですね、サポートの方法。例えばパソコン操作、この先どうすればいいのかっていうのをね、どういうふうにサポートするかっていうのをお知らせします。スカイプで、ね、時間の都合とスカイプの回数制限に問題がなければ、スカイプでサポートすることも可能です。スカイプでね、画面共有っていう機能がありまして、あなたの画面を私が見ながら、ここをね、右上の方のこれを押してくださいとか、そういうやり取りができます。あともう一つ、まあ時間が合わなかったりも、スカイプはね、他の操作とか、あるいはネタ選びで使っちゃった場合はですね、この画面をキャプチャーして送ってください。で、この画面キャプチャーしてもらうと、例えばね、じゃあここのニュースってとこを押してくださいっていうふうにね、動画を作るとか、ここを拡大して、私が画面キャプチャーを撮っておくとか、いう形でパソコンの操作は、キャプチャーをいただいて、ここを押してくださいとかね、ここを押してくださいって形で、私の方で逆にキャプチャーをアップして、キャプチャーとキャプチャーでやり取りして、操作をサポートするというようなことをよく使います。パソコンね、こうなっちゃったけどどうするんですかって、口で説明したりね、文章で説明するのは大変だったり、通じにくいんで、画面キャプチャーをやり取りしてます。まあ、写真で送っていただいてもいいんですけどね、写真だと見にくいことが多いんで、この画面キャプチャーする方法を覚えていただくと質問の際に便利です。パソコン操作、ネタ選び、もう本当に、こんなの聞いていいのかなということまで遠慮なく聞いてください。できるだけスムーズに稼げるようにサポートさせていただきます。またご質問お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。